どうもこんにちは、K です。今日、サブチャンネル一発目のテーマは、黒の衝撃、裏腹の次に来るムーブメントってなさそうですよね。うーん、まあ、今後来る新しいその日本でのムーブメント、こう、一大ムーブメントみたいなのは、もう多分ないんじゃないかなと思う。まあ、そもそもそのファッションに対する熱量みたいなのがもう世の中、明らかに変わって、 売ってるしまあその他ねこう安いブランドとかもたくさん出てきててであとはまあグローバル化みたいなのも進んでるからなんかこう特別な。 日本で何かがこうファッション的にね、スタイル的に流行るみたいなのは、結構難しいんじゃないかな。いわゆるどこかから影響を受けてみたいなのはあるかもしれないけど、要はこの黒の衝撃や裏腹ってその日本生まれじゃん。日本生まれ、日本育ちみたいなスタイルじゃないですか、ムーブメントがね。そういうのは生まれないと思う。その、なんか他から韓国アイドルがやってそれを真似して若い人たちで流行るみたいな、そういうのはあるかもしれないけど、なんかそのメイドインジャパンのムーブメントっていうのは、 まあもう難しいんじゃないかな。まあだってもう手軽にね、世界各国の情報が見れる時代なので、それはまあしょうがないことかなと。で、まあだから流れで言うと、黒の衝撃、まあ裏腹で、まあだから一応その後で言うと原宿系っていうのは一つあったよね。あれはメイドインジャパンじゃないですか。まあ目をつけたのは海外かもしれないけど、まあ、やっぱり日本のね、その原宿っていう場所を中心に、中心に、 まあめちゃくちゃ盛り上がってたよね。あそこから音楽とか、何メイクとか、本当にいろいろなものが飛び出した気がするから、あれは一大ムーブメントだったんじゃない多分、裏腹とかを知ってるような大人たちは、もうその頃、若い人たちって何やってんのぐらいの感覚だったかもしれないけど、若い世代たちは、まあだから、チューンとか、まあチューンもちょっと前なのかな。原宿系のちょっと前なのかな。まあ微妙なとこだけど、 まあ割とさ、結構攻めた格好でネーメース来たり、ビビアン・ウェストウッド来てたり、あとリックもそうだし、まあジバンシーとか。 だから結構こう攻めた感じのスタイルの人たちがいたじゃん。で、だから女性で言うとフルーツとか、まああれ系の、なんかちょっとこうキャピキャピした宇宙人ですかみたいな、まあなんかそんな格好してる人たちがたくさんいて、で、まあね、その他海外のメディアたちもそこに注目して、こうあのローマ字の可愛い文化みたいな、ああいうのが結構ほら音楽とかも生まれたじゃないですか。そう、だから、まあ原宿ブームっていうのかわいい文化みたいな、なんかああいうのが、 一つね。ちょっとまあ個性的だったけど、まあスタイル的な、こう大きなムーブメントとしてはあったんじゃないそのメイドインジャパンっていう話をする。ただその後はなかなかね生まれてな、ね、い。まあストリートとかね、オーバーサイズとか、まああんなのも結局はどこかからの影響でしかないから、まあメイドインジャパンで生まれるってことはもう今後ないのかね。とは思います。はい。次。えー、これ面白いな。どうしたらクリス・バーシとルーク・メイヤーになれますかとりあえず丸刈り確定ですか ええ、ちょっと待って、ちょっと待って。まずさ、クリス・バーシとルーク・メイヤーってさ、まあなんか目を細めてぼやーっと見たら似てるかもしれないけど、ちゃんと見たら似てないよね。なんかルーク・メイヤーってもっと渋くないなんかこう建築家みたいな雰囲気出てるじゃんなんかあの、おしゃれなこう建築事務所構えてそうなさ、感じでしょまあ確かにルーク・メイヤー、坊主で、ややヒゲあるのか。で、綺麗なシャツをいつも着てるんだよね。だからまあ坊主、ヒゲ、シャツ。 この辺押さえとけば、もうちょっと近いんじゃないで、クリス・バーシュは、なんかこう、ルーク・メイヤーを別にそうじゃないってうわけじゃないけど、あの、こう、綺麗というかさ、すごくこう、なんていうかな、上品なお顔立ちしてるじゃん。目がクリクリしてたり、なんか割と鼻もシュッとしてるし。で、まあ、坊主、丸刈りではないよね。あの、ショートだけど、丸刈りではないから、 まあなんか、ああいう雰囲気はもうだから、コートいいコート着て、ボリュームあるシューズ入って、花束持ってみたいな、そこじゃないやっぱ、そのどっちかじゃないなんか、ど、どうしたらってなるほど、そんな似てない気がする、僕。このクリスマーシュとルークメイヤーが。そんなことないなんかルークメイヤーってもっとおじちゃん感ないこれどうなんだろうな。なんか見てる写真の違いかな。なんかそんな気がするんだよね。はい。次、ダブレットのモデルのような福家の人も活躍できる時代になると思いますか あまあ、なるとは思うよ。なるというか、まあ別になってるんだと思うの。もう今って。そこに対して別に何かを言う人って。まあ一部いるかもしれないけど、ファッション界はその辺は進んでるから、そんなにだと思うんだけど、やっぱその流れてる風習がどうしても古いというか、まあ伝統とか、まあそういうのに縛られてる部分も、どうしてもこの、まあコレクションというかファッションウィークにかかってくるようなトップのブランドとかだと、まああるからラグジュアリーとか特にね。 まあ、難しいところならわかるけど、まあ、例えば、まあ、リアルクローズなブランドとかね、あの、この前レビューしたルメール、まあ、オーラリーとか、そういうところとか、本当に日常のワンシーンを切り取ったようなことをやってるんだったら、まあ、みんながスラッとしたモデルじゃなくって、ちょっと体が大きかったりとか、まあ、背がね、そのモデルの平均身長より低かったり、結構年齢がいってたりとか、 そういうのでもいいんじゃないのかなと。なんかね、アルマーニとかのコレクションはさ、やっぱあの渋くて、こうなんかこういけてるモデルたちがね、あの出てきて説得力あるみたいなのもあったりするから、もちろん全部のブランドに言えたことではないけど、なんか特にリアルクローズなブランドとかは、もっといろんなモデルでも、 そのリアリティ増すんじゃないかなとかは、ちょっと思ったりするよね。この前だからルメールのコレクションとか、まああれはあれでね、洗練されてるというか、まあ、やっぱそのフレンチのスタイルみたいなのがルメールの中にはあるから、まあ、気持ちというかね、なんとなくはわかるんだけど、まあ、でもなんかあんなに座ったりするんだったら、ちょっと大人な人もいたりとか、なんかこう、ちょっとね、いろんな体型の人がいたりとか、なんかそんなのもあってもいいのかな。ただまあ多分ね、そのイメージとしてちょっとごちゃついちゃうっていうところもあるんだよね。 そのいろんなこう体型の人たちを出すと、そっちにも注目が集まっちゃって、いやいや見てほしいのはもうモデルでもなくて服ですっていう、まあスタンスなブランドも多いと思うから、すごい難しいと思うけど、まあ仕掛けられるブランドなんかはそういう仕掛けをやってほしいですね。あのリックとかもね、あのすごいこう体の大きなモデルさん使ってこうパワー感ある見せ方したりとか、まあ,あ,あいうのはやっぱりいいなーなんていうのは僕は思いますけどね。うーん、っていう感じかな。はい。次、服の本質って記事ですよね。 うーん、50%そうで50%違うというか、これ二軸なんだよ。だから記事という人と、いわゆるパターン法製とかのその下手という部分を言う人と、二つの軸があると思うから、ただ僕はどっちかっていうと、その下手法製パターンとか、そっち軸派なんだよね。下手というものが重要だと思ってて、これなぜかというと、 生地って、あの、全部が全部じゃないよ。そのブランドでオリジナルでやってたり、独自開発してたり、独占権があったりとか、特にレザーとかね、どのブランドから順番に選べるとか、いろいろあるんだけど、まあなんか、そっちはさ、正直めっちゃ金つぎ込めば、じゃあ最高級の美球な用意しますって、まあできなくはなさそうじゃん。あの、一応ちょっと簡易的に考えてね、めちゃくちゃ大金つぎ込めば、美球なを準備すること。最高級の美球な、めっちゃ高いってなっても、できなくはないじゃん。でも、 それをさ、こうやっぱ、組み立てる技術っていうのは、そのブランドの色というか、まあ、そこのやっぱアトリエたちの色が出るじゃん。技術が出るじゃん。僕はどっちかっていうと、そっちの方が大事なのかなと思う。そこで、その人たちがどういうカッティングの技法を取るのか、組み立てるのにどういう技術を使うのか、そこにどんなのをこうなんか盛り込むかによって、作品って全然違うような気がしてて。だから、 超簡単に言っちゃうと、記事を手に入れることは誰でもできるんじゃないかと。金があれば。ただ、技術を手に入れることはできないよねって思ってて、僕はちょっと下手とかそっち派なんだよね。あでも気持ちはすげえわかるよ。どっちかのバランスってど、どっちもバランスは取らなきゃいけないから、多分50%当たってると思うんだけど、 そう、僕割とね、そっち派なんですよ。うーん。結構こういうね、問題出るんだけど、まあ記事、生地なーい、生地なんだけど、うーん、まあだから、物にもよるよね。そのアイテムにもよるけど、生地なんだけど、じゃあ最高級の、まあじゃあ、革を用意しましたってなっても、じゃあそれをじゃあシューズの木型にこう入れる、そもそものじゃあ木型、そこにこう合わせていく技術とか、まあそういうのが、割とこう、なんていうの、そのアイテムの味になるというか、個性が出てくるじゃん。このブランドのタッチがあるとか、この方の作品だみたいに。 割とだからその後者の方が僕は重要なんかなとか。まあそこがだから、とかは思っちゃうけど、まあまああの、間違いではないと思う。うん、はい。次。えー、今後のバレンシアガはやはり厳しいでしょうか答えづらいと思いますがお願いします。うーん、答えづらくはないよ。別に僕、バレンシアガからなんか狙われてるわけでもないし、なんか別にやってるわけでもないから、あの、答えづらくはないんだけど、 厳しいか厳しくないかは、正直わからない。うん。あの、次に何の手を打つかは結構重要じゃない。だから、まあ、やっぱ結局、まあ、今回ね、あの、おそらく本来だったら、多分今頃もうやってると思うんだよね。秋、冬、2歳 a w ね。あの、で、それをま、やらない。ま、もともとちょっとシーズンの考え方とかも独特だから、まあ、別にそれでもいいんだけど、まあ、だからここでどういう一手を打ってくるかによって、 で、まあ変わるというか、やっぱりね、もうバレンシアがあって今イメージすると直近で何がありましたかって言ったらもう大炎上しかないのね。しかもこう、なんて言うかな、悪い炎上の仕方をしてしまったでしょ。まあもうあまり詳しく言わないけど、な、しちゃったじゃん。そう、だから、まあ、あの後にどうするかっていうのがやっぱ重要なのかなと。ただ、日本以上に、日本の何倍もヨーロッパとかの人たちとかは、ああいう子供に関することとか本当に厳しいので、 びっくりするぐらい。結構さ、僕のツイッターとかも、結構まあバズったわけじゃないけど、なんか何百いいね、600だか700とかいいねついたり、何百リツイートされたりしたけど、あれの反応とかを見てもね、やっぱりその、何が悪いの実際って、これって何かどうなのみたいな。まあ、もちろんいるよ。あの、これはダメだろうみたいな。バレンシアが終わったとか、こんなことしちゃダメだみたいな。書いてる人ももちろんいっぱいいるんだけど、中にはそういう意見もあるんだけど、そのね、ヨーロッパとかだと、あれの何倍も過激で、 もうバレンシアガ終わりだとか、バレンシアガのなんかいろんなこうバック破ってボイコットバレンシアガみたいにやったりとか、それぐらいちょっと反応値が違うから、まあそのヨーロッパをね、拠点としてるブランドなので、まあ、このあたりはどうなのかなっていうのはちょっと気になる。最近あの、有名な方たちを、あのセレブリティとかね、まあ僕もすげえチェックしてるわけじゃないけど、結構ちょこちょこね、あのインスタグラムとかに出てきたセレブリティとか見ると、まあバレンシアガの着用は明らかに減ってますよね。 あのー、もう誰も来てないじゃんぐらい、みんなそこをちょっと離れてる気がするので、まあそれぐらい今は難しいのかなとは、思う次次次第じゃない。別に今まで積み上げてきたものが全部ダメになるわけじゃないから、ね、そのバレンシアが創業者から立ち上げてきたものっていうのは残ってるし、作品は結局いいわけだから、 まあだからまあデムナを次どうするかとかまあこういうところで決まるんだ。まあこのねデムナのが見れなくなるっていうのは相当寂しいというか結局かき回す存在っていうのは常に必要でいつの時代においてもそのファッションの時代をぶち壊すようなそういう存在がいるからまあ面白いわけじゃないですか。そうだからそれが今唯一できるのってもうデムナぐらいしかなかなかいないというかねそうだと思うのでまあちょっと次次第かなっていうところには なるんじゃないですかうん、っては思いますね。今多分数字的には相当今この一時期は落ち込んじゃってると思うんですけど。まあ、どうなるかというところですね。まあケリングもシビアですからね。あのミケールはあの一瞬で、あの一時期売上が下がってこう上がらなかったっていう、何期だっけななんか 1, 1年を4期に分けた、何期かが上がらなかったとかで、えー、もうその切るという選択肢に至ってるから、まああれは交渉の上だけど。 ケリングも今相当厳しいから、まあ、デムなのによって、デムなの炎上によって、まあその結局売り上げが取れなくなったとっ言ったら切られる可能性とかいろんなところも考えられなくはないのかなとかはちょっと思うね。まあ気になりますね。まだまだ見たいしさ。もうほんといろんなことやってほしいし。まあね、ちょっとこう、飽きが来るというか、同じことやってるっていう意見もわかるけど、まあそれでいてもあれだけ強烈なのは、まあ、ほんと彼しかできないと思うので、まあそんなところですね。はい。 次、良い,い服を買うようになってから安い服には魅力を感じなくなりました。自分では値段だけではなく、その他のことを考慮した上で欲しいと思えないからだと思ってるのですが、周りには高いものしか興味ないと思われてるのが少し嫌です。やっぱり値段で見てしまってることになるんですかね。うーん、どうなんだろうね。 これはちょっと難しいなぁ興味ないと思われるのが嫌なんだこれなんで嫌なの 別に自分が高いものにしか興味がないというか、いや別に俺こういう服が好きなだけだよって別にいいんじゃないのって僕は思うというか、僕もそんな感じだけどね、ユニクロとかの話されても見に行かないからわかんないし、ザラがどうとか言われてもいやザラも見に行かないしっていう、なんで見に行かないのいいのあるじゃんって言われても、いやーまあいいのあるのかもしんないけど別に興味ないんだよねっていう感じだからもう僕はね、もう自分の見るチェックリストに全く入ってないから、行くお店とかの中に、 そうだから僕も興味ないから、高い服ばっかだよね。値段で見てんのとか思われてるかもしんないけど、どうなんだろうね。まあ長いことそういうのやってると多分周りも誰も思わなくなるよ。あいつはそういうやつなんだってなるから、別に気にせずやるのが一番いいと思う。あの値段で見てる部分ってどうなんだろうね。無意識の中にはもしかするとあるのかもしんないね。まあ結構僕もね、例えば正直言うと、まあちょこちょこ言ってるけど、特にシューズ。特にシューズは、 なんかね、10万ぐらいじゃないと、うーん、なんだろうな、<laughs> なんだろう。それこそ値段で見てるのかってすげえ思われそうだけど、そう、なんかそこのいい靴じゃないんだろうな感が、もう自分の中でなんかすり込まれちゃってて、まあ今まで履いてきた革靴を考えると、やっぱ10万ぐらいは出さないと、まあ8万とかぐらいなのかなぐらいは出さないと、ちょっといいものを履けないよなって思ってたりするから、まあそういう意味で言うと、多少値段で見てる部分もあるのか、あるのかなとも、 思うけどね。うん。っていう感じですね。はい。じゃあ、こんなところにします。ちょっと今日本当、すいません。マジで、あのー、なんかね、うんー、<laughs> なんかな、うまくいかなくって作業が。全く何一つ。で、もう、あの、夕方なんですよ。僕これサブ撮ってるの。今日出すサブをね。いつもだったら昼過ぎぐらいに撮るんだけど、もう5時間、4時間ぐらいもうすでになんか遅れてて、 ちょっとね、あの、頭が爆発そうなんですけど、はい。ちょっと話が超下手くそだったかもしれません。そんなところです。では、はい、以上にします。バイバイ。